江戸での剣術修行を終え故郷に戻ってきた坂本龍馬。1年ぶりの土佐で龍馬は育ての親ともいえる吉田東洋と再会する。土佐の苛烈な階級社会を改革せんとする東洋は武市半平太を名手とする土佐勤王党と手を結んでいた。坂本龍馬と武市半平太、兄弟分として土佐で育った二人の男はそれぞれの道を歩むことになる。吉田東洋の突然の死によって龍馬は吉田東洋暗殺の濡れ衣を着たまま真犯人である覆面の男を追うべく土佐を去った。龍馬の孤独な戦いの幕が上がる。勤王とは帝をこそ日本の主君と仰ぐことであり、徳川幕府打倒の根拠とされた思想である。このため勤王志士たちは帝を擁する京に各地から集結し、幕府要人を殺害するなど町の治安を脅かしていた。お龍ちゃん、お昼の準備できとんな？はい、大丈夫です。あ、それやったらそろそろ2階の寝ぼすけん派起こしてきて。まだどうすか？ご飯時守ってもらわんと全然片付かんしね。悪いけど頼むわ。ちょっとはじめさん、いつまで寝とんの？もう起きなはれ。はよ起きてって。また朝までお酒？そないなお金あったら宿賃払ってもらわんと。お龍ちゃん、もうおっとき。はじめさん、宿賃はきっちり帳簿につけとるさか、逃がしゃしまへんえ。またおかみさんは甘いこと言うて。さあ、はよお昼にして。出かける。は？お昼はどないすんの？悪いがいい。サイコロが俺を呼んでんだよ。今日も帰りは遅くなる。夕飯の用意はしないでいい。けど別にそれかて宿代安うなったりしまへんからね。金に細かい女たちばかりだな、この宿は。
はじめさん、出かけ。あんたみたいな素性の怪しいご浪人がうろうろしてはると。新選組の連中に切られるだろ。そう、まったく今日の治安を守るためや言うけど、ちょっと怪しい言うだけで手当たり次第や。幕府が新選組作ってからこっち町中血生臭くてかなわんわ。そうだな。博打やらお酒飲むために出歩いて殺されちゃ親も泣くんとちゃう。余計なお世話だ。あっそう、せっかく人が心配して言うてるのに。俺が死んだら宿代を取りっぱぐれるからな。好きにいいよし。へえ、なかなかやるじゃねえか。いや、あんたらが弱すぎるだけだ。なんだそこだ。もう一遍言ってみる。どうも俺の巫女。まだ来たばっかりじゃねえか。慌てて帰ることはねえだろ。俺らも相手してやってもいいが。あ、天然理心流の使い手。天然理心流。江戸の司令官って道場に伝わる田舎。なんじゃそりゃ。柔術や棒術、古武道も節操なく取り込んで、それで町の目星。天然理心流つったか。それで話はしまいか。ああ。なあ、せっかく道場まで来たんじゃねえか。たっぷり稽古。旦那。カラスか。
よくここが分かったな。これでもカラスの銀次で通ってる男です。そのぐらい分からねえと情報屋なんて務まりませんよ。ところで今日は何か収穫はありましたか？いや、今日も外れだ。そりゃ難儀なことで。手がかりは天然理心流の使い手ってことだけだ。今日にいるとすればこの手の道場が臭いと思ったんだがな。この何ヶ月かであらかた今日の道場は見たんじゃないですか？ああ、だがこのやり方はもう手詰まりだ。そっちは何かつかめたか？いえ、何分天然理心流は無名の田舎流派ですしね。ね、旦那、今日にその使い手が来ているって話、本当に確かなんですか？天然理心流は江戸の市営館って道場の流派だ。だがそこの門人たちは道場を畳んで京に向かったらしい。俺が知っているのはそれだけだ。なるほど。ですが今日は今勤労の師、それこそ何百って剣術使いがそれぞれの流派を勝手に名乗っているんです。その中から無名の流派を探すのは骨が折れますよ。情報屋ってのは客に愚痴るだけで金がもらえるのか？これって厳しい。まあ、いただいた前金の分だけ仕事させてもらいますから。それじゃあ。おっと、大変気ぃつけろや。
ごめんだぞ。Come on!
と回ってられるな。そこのお侍さん。おっと、お待ちくだはれ。つけにした。こないだ薩摩もにはそうしてたろ。せやけど。うるせえ。俺らは金の王の獅子だ。あいにく金も。てめえ、決まりだこの野郎。天柱行くなよ。ほらアホらしい。安うなってますね。いらっしゃい、いらっしゃい。さあどないでっか。どうぞ。勉強させてもらいますぜ。みんなええ品やで。今日は特別安いね。やれ。さあどうぞ。Ha ha ha!
はい。あれ見ろ。あ、新選組だ。いかん、引きが。お？やっぱりそうぜよ。恩師、今日に。人違い。ちょ待ち。何？新選組逃げやがった。おい、捕まえろ。楽しみやな。美味しいの作るさかい、ちゃんとエコにしときや。はい。またよろしく頼んます。人が困ってても助けへんちゅう話やで。またよろしく頼んます。なんやのそれ。なんやあれ。バイタか。今日守るのが仕事じゃんの。今回で怒るよ。いや、なんやもう。ちゃんと前見てへんのか。おっと。いや、ほんまに。謝りませんで。おかえりなさい。ほんまかな。ええ、この辺は何でもあるから便利ですわ。隠れるか。そうですね。よかったな。いや、気ぃつけてくれんと。この間のようなものが美味しい。うまいね。もう気ぃつけてや。あそこの店。そないなことが。うんうん。何そないに急いでんの。どうや。いいかいいか。おっと。どうやね。さあ。そうか。何や。楽しみやな。美味しいの作るさかい。もう大丈夫だ。所詮新選組は田舎者の集まり。入り組んだ京の町で奴らを巻くのは簡単だ。あんたは。おっとっと、せっかく新選組やり過ごしたってのに勘弁してくれる？俺もあんたと同じ、叩けば埃が出る身だよ。そうかい。じゃあな。あんたさ、天然離心流の使い手は見つかったのかい？なんだと？誰なんだ？気がつかなかったかな。さっき道場にいたんだけどさ。でも、いや、悪いとは思ったんだけど、ついつい盗み聞きしちゃってね。
あんたは誰だと。ああそうか、俺は長州藩の新堀マト。おかげで幕府や新選組からは目の敵にされちゃってるんだけど。なるほど、それじゃあ新堀ってのは偽名か。まあ初対面だし偽名で勘弁してくれ。けどあんたの剣の腕俺に預けてくれるってんならいずれ本名も教えるよ。何？実はさ、今今日の道場を回って剣の腕の立つ男を探してるんだ。どうしてそんなことを？いや近々ちょっと人騒動を起こそうと思っていてね。誰にも負けないって剣の使い手が必要なんだよ。あんただったらうってつけ。あんたの本名に興味はない。釣れないな。それん、これでも俺長州藩切っての。そうなのか。あんたのやり方は古い。ま、懐俺の見たところ、あのカラスと。じゃあどうすればいいんだ？もしあんたがまだ天然理心流とやらの使い手を置き、見返りをよこせとは言わない。こいつはあんたへのお近づきの印だ。聞く気はあるかい？ああ。その情報屋は貧民街の奥、サイの顔、通称サイの風呂屋。サイの風、依頼主に情報を渡す場所が必ずどこかの風呂屋なんだよ。なるほど。これから俺の方でそいつに天然。あんたは日が落ちたら屋敷町南の風呂屋へ行ってくれ。店の門に新堀松助と名乗れば。ずいぶん親切なんだな、この話。疑り深いね。でも信じないで何もしないより。夜になったら俺はそれで情報屋に。ああ、新選組には気をつけた方がいいよ。幕府が連中に今日の治安維持を任せてから浪人者は街歩くだけで少しでも怪しければ切られるし。分かっている。待ちなよ。せめて名前くらい教えてってもいいんじゃない？俺も偽名かもしれん。まあ斉藤さんね。長州藩の新堀か。隙があるようで隙がない。
ない。